Let's go to Earth again for my fans. Yeah.ルビレックス新潟が3対1で勝利しました。最初に転生されて、横浜 FC のペースになりかけましたが、後半からチェックに得点で逆転して勝負ということで、ニュープレーも見れたし、ミルさんも見れたし、山本恵美ちゃんのプレーも見れたので、すごく良いし完成となりました。次の試合、仙台の試合、1試合だけ見ていこうと、1試合じゃないな、前半だけ見ていこうと思います。試合まで時間があるので、スタジアムの周りを散歩してます。とにかく散歩してます。寒い、体を温めてから次の仙台北原アニマチの試合を見に行きたいと思います。次の予定があるので、次の目的地に向かいます。チャオー。